はは、聞こえる？あ、黄色い顔の人だ、こんにちは。FM 技能を聞きの皆さん、こんにちは。ブヨブヨブヨーって今日はですね、7月25日月曜日、サザンブリーズの時間が始まりました。皆さんこんにちはです。お久しぶりですね。はぁ、もう頭元気だった？今元気でした。してるのに、はい、声かけしかいなくてすぐたね。すごいね。今日もですね、こちら、トロピカルビーチ内からサテライトスタジオで、はい、この後4時まで生放送をお送りします。今日のお相手は私、早見と玉木です。はい、早玉でお送りしたいと思います。泉、どこに行ったの？本当に泉泉泉ね、今ねあれ、いいはずよ、台湾行ってるって。あ、今空の上、空の上かな。あ、いいな。そう、だからここはここでさ、タワマも盛り上がろうじゃないかってことで。ねえ、鼻声じゃない？盛り上がってそう、さっきまでさ、雨降ってたわけだよ。私、雨降ったかなと思ってさ。いや、大丈夫ですよ。見たらさ、タワマここ一人でポツンって待ってたからさ、あ、タワマやさ、と思って。真剣に仕事してたな。そうなのね、はい、なので今日もさ、タンマと久々だね。お久しぶりですね。いつもあの先月までかな、月曜日担当だったよね、うちらね。でしたね。そうだね、懐かしいですね。変な感じだけど、はい、面白いね、たまには。じゃあ今日も4時まで放送お付き合いください。はい、ね、ツイキャスいっぱい来てるから、来てます。お願いします。ね、黄色い顔の人一番乗り、イエイイエイ。こんにちは。音声 OK？ 大丈夫？聞こえてますか？マシャさんも来てますね。あ、早見だ、ワイ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 参加してください。さっき雨降ってたから、うん、マシャさんここに呼んでから機材運んでもらおうかなってね、話したんですよ。ビニールシートで守るぐらい傘持ちとかね。あ、放送で呼びかけようって言ったんだけど、晴れちゃいましたね。そうだね、晴れちゃったね。大丈夫みたい。で、AKBファンさんも来てるよ。たまちゃん、早見、こんにちは。こんにちは。あれ、イーズどこ行った？だからよ、あっち行ってるよ。あ、なんた？台湾。台湾行ったみたい。台湾。あ、エミチョージさんも来てるよ。早見、たま、こんにちは。早見や、ワキワキや。もうワキガミするよって。もうやめても。見せながらキス。チラって言って。こんにちはの時にブヨブヨしたからさ、大変なってるよ。ありがとうございます。エコザイルさんも来てますよ。ハウデーって。ハウデー。あー、いける。なんかメスゴリラ2頭が酒寝たみたいだけど、気のせいって。気のせい。ゴリラじゃないよ。せめてサルがいいな。ヤマザルとか、コアラとかさ、もっと可愛いのにして。コアラって結構なんか、うん、あの激しく叫ぶんですよね。激しいよ。そう。まだゴリラよりかはそれが良かったな。コアラが良かったな。そうそう。で、AKB ファンさんがさ、雨降ってたんって。だからよ、雨降ってたわけ。降るときにめっちゃ降ってたね。もう大変でしたね。そう。その間、あの、遊泳禁止？そう、あの、雷雲が近かったみたいで、うん、その間は遊泳禁止だったみたいですね。はいはいはい。最近ね、急に雨降るの多くない？うん、多い。多いよね。多いですね。だからね。でも、降るかと思えば降らなかったりしますからね。あ、それもあるよね。洗濯物がさ、あ、こんにちは！こんにちは！ゴリラみたいな顔してる人がいる。聞こえてる？はい、まだまだしてるよ。ポケモンじゃない。はい、
上手、本物じゃない違うかな何の本物ね、ポケモンの本物、ポケモンの最近やってる人多いでしょ、ポケモン GO 多いですよね、多いね多いお声お声はお声こんなだった、もっとかっこいいよお声の真似してる人がいるんだけどさ、失礼にものがある、失礼にものがあるあ、いいよ、こちらこそ、ありがとうございますいいね、いろんな人とさ、うん、こうやって歩いてる人と絡められていいね、いいですね、面白いね、うん、はい、さっき雨で、うん、木の下に避難してたんですけど、あ、はいはい、なかなかね、やっぱ雨降ってるとちょっと、うん、ね、テンションが下がっちゃう、そうだよね、うん、今もう晴れてるから、うん、もうみんなうーしとかじゃん、うーしうーしなのでね、面白いよ、はい、では今日テーマ発表しましょうね、はい、じゃあタマわかる、今日テーマわからないですでしょいきますよ、今日のテーマは初体験エコーがないんでそう、今日はね、はい、いろんな初体験がいっぱいあったわけ、最近。おー、いいですね。タマもあるんじゃない？1個ぐらいは。新しい、なんかやったこと。楽しくなんかやったこと。うん。ちょっと思い出しますね。はい。その時までに。はい。はい、あ、あららがま西郷さんも来てますよ。こんにちは。ありがとうございます。今日のテーマは初体験ということで、皆さんの初体験。あんなことやこんなこと、なんでもいいので、メッセージお待ちしております。はい。では、メールアドレスは797アットマーク fmgino1.com 懐かしいね、797アットマーク fmgino1.com までお待ちしてます。皆さんどんどんメッセージ送ってください。じゃないともう初体験っていうテーマなので、はい、もうすごい話になっちゃうよね、ポケモン GO してる暇があったら、そう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 、やってくださいね、はい、メールをお願いします。では今日の、はい、あれは行きます、一曲目いっちゃいますか、一曲目いきましょう、はい、今日私の好きなドリカム、ドリカムツル、ドリームズカムツル、それ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 のナンバーからタンマーチョイスで選んでもらいましょう、はい、もうこの3曲今日選んでもらったけど全部好きな曲、ウェーイ、はい、じゃあ行こう、行きます、はい、曲紹介もあーだいぶ何やろ、二の目ちょっとピリピリはい、じゃあ行きます、うん、ドリームズカムトゥルーで、はい、何度でもです、これで多分入るんじゃないか、はあ、はあ、聞こえますか、放送には載ってない、載ってない、開ける797のところでしょ、アットマーク、みんな初体験早いのかな遅いのかな、あーその初体験ちゃうかってまあそこも聞きたいね、どうなんでしょうね、皆さんの教えてくださいアドレスの言い方面白いって、あらがまさんドットコムだからねそう、AKB ファンさんとかどんななの、ポケモン GO やったのね、えイミちゃんめっちゃハマってるんですよ、あ、そうなんだ、うん、あれさ、一般集まるとどうなの、どうもならないと思いますけど、あ、そうなんだ、もう集めて、うん、ういみたいな、あー、なるほどね、セブンさん、こんな真っ昼間から初体験の話するの恥ずかしいやないかって、いやだから必ずしもそこじゃなくてもね、うん、海でやる初体験、そうだね、海でってまたややこしくなるわ、大人な感じが、大人な感じね、初めて、そうそうそう、マシャさんも送ってきて、マシャさんいっぱいあるんじゃない、初体験、体験、うん、マシャさんがいつ、ほら勘違いしてた、すぐ海でやる初体験ってさちょっとね、やらしいね、もうメール待ってますよ、はぁ、ひがさん、ひがちゃん充電大丈夫かね、 30%、 あ、うん、充電器お、どうした、
外もスピーカーあるの？ありますあります。どこにあるの？いろんなとこにありますよ。なんかあー、そのスピーカー、はい、それで流してもらってるんですけど。今も？今なんか有線流れてますね。あー、ちょっと言ってこないといけないですけど、言いに行けない。あ、そっか。ね、操作もあるからね。じゃあどうする？ CM 中にってどっか押す？まあそんな遠くないんで。あ、そっか。このままちょっと CM 行きましょうね。ちょうどいいぐらいなんで。あ、ほんと？うん、あ、アイデアさんだ、久しぶりね。超久々に感じるアイデアさん。 Facebook では覗いてますよ。今日テーマ初体験なのでメールお待ちしております。よろしくお願いします。でも知れない、海ではないなって。でも海の中でくっついた怪しい人多いよね。そこね、やっぱり私もなんか溺れそう、溺れる、泳げないから結構友達とかとくっついたりとかしてるんだけど、これが男性とかだったらね、あれなんですね。そんなって怪しく思う人もいるかもしれないですね。イミッチャさんね、私もなんかくっついてる人見たらちょっとチラチラ見て何してるっつってね。そう、はい、タマ、お誕生日おめでとうって。ケーキでもアイスクリームでもかき氷でも待ってますよ、アイデアさん。今日かき氷の日らしいんですよ。あ、そうなんだ。イエーイ、睡眠されてて恥ずかしいっすねって。いや、見てますよ常に。じゃあ、あら、はは、OK です。次天気だよね。はい、はい。頭にリボンじゃないよ、バンダナだよ、バンダナ。あ、だからね、バンダナ、バンダナね、流行ってますね。はい、サマークラッカーもらってよ。はーい、いいね。この時間は、サザンブリーズのお時間となっております。この時間はですね、天気情報と道路交通情報をお伝えしたいと思います。天気はさっき雨降ってたからさ、はい、今日晴れだと思ってたらやっぱ天気情報も嘘はつきませんね。嘘はつきません、ね、嘘はつきません、ね、雨って書かれてる。はい、じゃあ気になる天気なんですけども、沖縄本島地方と大東島地方は気圧の谷の影響により曇っており、雷を伴い激しい雨の降っているところもありますとのことで、本日の本島中南部の天気は、夜の初め頃まで雷を伴い非常に激しく降るとのことです。そうなんですね。そうだから雷警報ね、さっき言ってたもんね。そうなんです、昨日なんか、そうなんですよ、昨日、糸満のビーチでちょっと海に、海じゃないか、陸に、陸で、はいはいはい、こんなってバーベキューみんなしてるところの近くに雷が落ちてしまったみたいで、
それでそうちょっとあの危ない、うん、雷こう地面を伝って人の体とかに入ってくるので感電とかしちゃうみたいなんですよ。はい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 、なので本当雷が近くなってきたら、うん、あと海は、うん、入らない方がいいみたいで、はい、そっかそっか、うん、まあ、先ほどはちゃんと放送で今雷が近くなってるので海にちょっと入らないでくださいっていう放送あったんですけど、ちゃんと従うように皆さんしていただきたいなと思いますね。そうそうそう、ちょっと、うん、雷というか雨激しく降った時には海から上がって、うん、上がった方がいいの方がいいってことがね、わ、うん、かりました、はい、気をつけます。私雨降ったらちょっと楽しいって、はい、そうどっちも気になるからもういいじゃん、ね、いいかなと思うけどちょっと危ないので皆さん、うん、陸の方に上がってくださいね。陸でも危ないっていうので海もっと危ないのでね、よろしくお願いしますよ。で降水確率はですねこの後夕方6時までが 70%、 夕方6時から深夜12時までが 60% となっております。日中の最高気温が33度。33度だよ。33度、暑いよ。最近多いんじゃないですか。多いよね、うん、34とかもある。34は私最近見てないですけどね。私最高35見たことあるわけ、去年、うん、沖縄でですか。沖縄で。あ、そうなんだ。そうだから皆さん気をつけてください本当に。水分補給してくださいよ。はい、で風が、はい、北東の風、はい、東の風、東の風、うん、波の高さが1メートル後 1.5 メートルとなっております。そういえば今風止んでますね、うん、さっきすごかった、うん、あ、そうなん、雨降る前めっちゃ風強くて、なんか雨降りそうだなと思ってたんですけど、今はね、うん、木も動いてないね。動いてないですね。さっきもバサバサバサって感じだった。そうなんだ、はい、へえ、はい、では続いて、はい、交通情報をお伝えしたいと思います。玉先生またいっぱいあるんですけど、またいっぱいある、うん、じゃあ南、うん、じゃない北の方から行きましょうね。お願いしますね、はい、沖縄道下り巨大インターチェンジ付近で、はい、工事のため第一走行規制となっております。はい、また同じく沖縄道下り石川インターチェンジ付近、うん、もう2カ所工事が行われていますのでお気をつけください、はい、続いて沖縄道下り石原インターチェンジから北中城インターチェンジ、うん、何してるんですか。ちょっと視界の隅っこにマイクに毛が入ってるからちょっと映っちゃうから。ごめんごめん、真面目な原稿だよね。どうぞどうぞ。気にしないでな。こっちに映るんですよ顔に。反射してまだ集中できないみたいなのでじっとしておきましょうね。すいませんね。いいよ。沖縄の下りに車内インターチェンジから北中城インターチェンジもね工事となってますね。はい、はい、あともう一個、那覇の方でも豊見城インターチェンジから西原ジャンクションまで掃除が行われ、そう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 よ。清掃作業の日だ。掃除ね。道路交通整備を行ってるそうですよ。こちらは、うん、上り下りとも、はい、西原ジャンクション、豊見城インターチェンジ、はいはい、上り下りとも清掃作業が行われてます。あ、そうなんだ、はい、両方とも両方とも。じゃあ、ね、一車線になってるの。一車線、多分あの、うん、路肩の方じゃないですか。あ、そういうことね。一車線一車線ではないあと、沖縄道上りの山里バス停付近でですね、うん、こちら故障車が止まっていますのでお気をつけください、はい、気をつけてください。はい、高速道路は以上ですね、はい、続いて長い、ね、交通情報邪魔するからか。一般道でも行きましょうね、はい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 、一般道は、うんうん、国道58号線、はいはい、王女だから牧港にかけて渋滞してますね、うん、ここ毎日混む、うん、また逆方向の、はい、グスクマ交差点付近、はい、茶壇向けのグスクマ交差点付近でも一部渋滞発生しております。はいはいはい、こっち中混む、ここね、本当に、うん、あと県道34号線、うん、こちらは前原から王女に向けて一部渋滞が発生してますね。ここも混む、うん、前原十字路ら辺なんだけど、うん、ちょっと下下るときに混みますね。あっちは解決していただかないと、早見の通り道私も大体通る。そう、結構の短い距離なんだけども
結構時間かかるね。そうなんですよ。なんか歩いた方が早いとかいう話だよね。だからいつも、はい、330で行って、牧見港から、なるほど。降りてくるみたいなのをやるんですけど。そうそうそう。たくさんいますね。うん、はい、それぐらいですね。中南部地方、中部地方は、はい、はい、以上ですか。はい、以上です。はい、以上で交通情報もお伝えしました。続いてですね、トロピカルビーチからのお知らせです。いいよ。はい、トロピカルビーチでは海水浴だけではなく、バナナボートやシーカヤック、シー、うん、シーカヤック、シーカヤックって何ですかね。え、もうバナナボートみたいな。あ、そうなんですか。じゃあ違うや、違う何、船みたいな感じ、イカダみたいな感じ、自分で漕ぐやつだと。あ、やってるんで今。やってますね。そうなんだ、はい、マリンスポーツを楽しむことができます。また事前予約で、バーベキュー機材貸し出しや人数に合わせた食材の準備もしていますので、うんうん、家族やお友達同士で気軽にビーチパーティーが楽しめます。おーい、いいね。この時期さ、トロピカルビーチの魅力なんだけど、はいはい、バーベキューする人が多いわけ。めっちゃ多いですよね。そう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 、毎日満席ぐらいですよね。そう、だから賑わってるね。今日も平日なんだけど結構ね、いますね、ワイワイ ビーチパーティーしてる方が多いので、うん、そのビーチパーティーについてはですね、はい、7月8月中の土日祝日は全て満席、はい、あ、いや、もう土日祝はだめ。そうなんだ。で、平日に空きがあるそうです。ほうほうほう。もうちょっと夏休みだから平日でもいいっていう人もいいかもしれない。そうですよね、うん、そうそう。で、ようやくは3日前の午前中締め切り。ようやく電話番号は09-4471-0581、管理事務所まで電話してください。はい。で、それからですね、7月21日から8月30日の期間中、はい、ラグナガーデンホテルとトロピカルビーチをつなぐ無料シャトルバスが運行しています。はい、伝わった？伝わりました。無料バスが運行するって、ね、だから朝ホテルからホテルからビーチは9時発が、はい、なんだっけこれ、始発で、帰りのビーチからホテルへの最終は15時45分発、はい、3時45分ですね、うん、もうちょっとだね。本当ですね。そうそうそう。もしかしたらあのラグナガーデンに泊まってる人は帰らないといけない、うん、なごめん、近いからさ、夕方までさ、夕日まで見て帰ってほしい。めっちゃ近いですか、ね、でもこういう無料バスしてるってことはいいね。だから、ちょっといろいろ持ってくるんじゃないですか。自分でお肉とかなんか食材持ってからとか、行きやすいんじゃないですか、ね、なるほどなるほど、うん、帰りは軽いですからね。そうだね、うん、だからラグナガーデンホテルにお泊まりの方はどうぞご利用くださいとのことです。サテライト専用というこっちの都合でした、すみません。では、トロピカルビーチからのお知らせでした。はい、うん、他にある？じゃあこちらお知らせも読んじゃっていいですか。はい、いいですよ。ですね、宜野湾市立幼稚園教諭臨時職員募集のお知らせです。はい、宜野湾市立幼稚園にて下記の通り幼稚園教諭臨時職員を募集します。はい、募集している職種は4つありまして、はい、1つ目5歳児学級の担任の先生、はいはい、2つ目特別支援学級の担任の先生、はい、3つ目預かり保育担当の先生、うん、4つ目預かり保育特別支援教育支援員の方、はい、ということで、うん、勤務条件などちょっと詳しく、はい、あるんですけれども、まあ、勤務時間は5歳児学級の担任の先生であったら朝の8時15分から午後の5時まで、預かり保育担当の先生であったら午前10時から、うん、朝の10時から午後の6時45分までなどなど、いろいろちょっと詳しくね決まっていますので、うんうん、はい、ちょっと気になるわという方いらっしゃいましたら、うんうん、はい、宜野湾市教育委員会指導課の8928292までお電話ください。はい、はい、宜野湾市教育委員会指導課892829、違う、8289だ、うんうん、892-8289、はい、までお問い合わせよろしくお願いします。はい、ということですね、ありがとうございます。はい、宜野湾市立幼稚園の臨時職員募集、はい、はい、なのでちょっと臨時なので、うん、一応雇用期間はですね、はい、決まって
ているんですけど、うんうん、まあ、そこからの更新もありということで、はい、なるほど、うん、ぜひ、はい、気になる方ね、ぜひ連絡してくださいね、はい、よろしくお願いします、はい、では今日のテーマは、うん、初体験ってことで、皆さんの最近体験したことなどなどお待ちしております。メールアドレス言いましょうか。はい、はい、ではメールアドレスは、はい、797@fmginowa.com までお待ちしてますので、皆さんメッセージお待ちしてます。ーメールお待ちしてます。ではでは、メール来てますけど紹介します。そうですね、うん、そう、まずツイキャスちょっと拾っていいですかですね、さっきのイカダじゃないよってことで、アイザさんすいません、すいません、失礼いたしました。シーカヤックということで、でテンションが下がったって黄色い顔の人が言ってるんですけど、上げ上げでいきましょう。シーカヤックは初めて聞いたことある。そう、本当ですか、うん、し、まあ持ったことあるんだけど、シーカヤックっていうんだね。あ、ありますこのって、ここうん、ある。あー、それはシーカヤックっていう。そうなんだね。Okay、でさ、はい、まやちゃんから来たよ。ほんとだ。はやみさん、元気？マヨだよ。こんなじゃないですよ。初のキッズイカス、意味わからん、とりあえず最後まで見てますねって参加して何でもいいから打ち込んで、うん、どうぞ遊びに来たらいいですか。そうだね、マヨ、本物って、これマヨかな、偽マヨかなって言った。あー、そういうことね、本物って書いてるチームちょっと怪しくなってきたんだ。そうだよね、証拠見せないといけないね。マヨだよって言ってくる。マヨだよ。はい、初ビビって。そうなんですよ。では今日メールも来てるので読みたいと思います、うん、では私からいきますね。はい、お願いします。この方ですね、まずはじめにアイデアマスオさんから来てます、はい、ありがとうございます、うん、こにゃにゃちわ、こにゃにゃちわ、はやみ、たーま、マスオだよ、マスオだよ、うん、さて今日のテーマは初体験ですが、うん、一夏の経験ではないんだね。じゃあ来週のテーマ、一夏の経験。そ, う、ね、それもそれでいいね、一夏の経験ね、子供ががっつり夏休みを初体験中です。おー、ほうほうほう、うん、今まで夏休みも、うん、娘は保育園に預かってもらっていたのですが、うん、夏休みっぽくなかったんだけど、うん、今年は娘も双子も家にいるので、がっつり夏休みを体験しております。へー、大変そうだけど。そうですね、3人ですからね。3人だからね。でもお姉ちゃんちょっと見とってとかできるのかな。お姉ちゃんいったらいいです ね、うんうんうん、ね、今までは奥さんと2人きりだったけどさ、うんうん、うふーってかかってないか、かかってないな。今年から、復帰職、復職、復職したので、うん、一人でこもりで大変さね。うん、ここまで5カミぐらいしてるかな。5カミはしてないかな。いいかい。でも大丈夫よ。で、初体験中の初体験は、うん、ルンバがうちに来たよって。へー、すごい。ルンバっていいあれでしょ、掃除してくれる。そうそうそう、ロボット丸っこい、うん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 、いいなあれさ、FM ギノワンで働いてる時に欲しいなと思っちゃう。仕事してる間に掃除してくれるんだろうなって思ったらいいなと思ったけど、ちょっといい値段しちゃったりとかするんだよね。あ、調べたことあります？ある。ちょっと高い、まあ、まだ高いのかな。そうそうそう、でもあれカーペットの掃除とかしてくれないですよね。あ、そうなんだ。多分床だけ。うん、私カーペットの掃除してほしい。わがままでもそれがね、うん、カーペットもやってるね、やってくれるとめっちゃいいです。あ、親も初体験ですが、うん、双子の初体験ぶりは Facebook の動画でご覧ください。あ、あげてたな。あげてるんだね。あ、うん、げてた、あげてた。見てみますよ。で、ね、おもちゃ化しているのですぐに故障しないか不安だよって、うん、うわ、こうしたら大変さ。もう新しいことを始めると、うん、期待と不安があるけど、いつも期待の方が大きめです。うわー、いいこと言いますね。最後はね、またよくして締めたるよ。皆さんうまいね。確かにね、新しいこと始めるとなんか期待と不安が大きいかもしれないけど、また楽しみもあるからさ。楽しいですよね、大体不安
が潰れるっていうかね、うん、期待の方が大きくなるっていうか。そうですね。そっか、ルンバはさ、チビちゃんからすると珍しいやつね、犬とか。犬とかなんか猫がさ、ね、あの、うん、ルンバの上に乗ってる動画とかよくありますよね、うん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 、あるよね。めっちゃチーンって座ってるけど、なんかジュンジュンジュンって動いてる。超可愛いですね。散歩しながら後で見てみますね。平成でか、ありがとうございます、マスオさん。はい、ありがとうございます。夏休みだから今多いはずね、子供たち。いや、今日もほら、うん、あそこら辺にいっぱい子供たちがいますね。そうそうそう、私の友達のお母さんも、うん、3食ご飯作らないといけんから大変とか言ったり、あとね、夏休みはまた遊びについていかないといけないから大変とか、いろんな大変さもあるけど、でもちっちゃい時って夏休み楽しみだったよね。あ、でも私夏休みも親が別に家にいなかったので、なんだ、毎日同じ友達と毎日同じことして遊んでました。あ、そうなんだ。毎日同じこと。大体毎日同じ友達の家に行って、別なんか DVD みたいなのって、その頃はあのビデオだったんですけど、はい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 、それはそれで炎上し、炎上しな。炎上ね。まあ、楽しみではありましたね。いいね。あと毎日お昼ご飯、そうめんでした。あ、いいね。わかる。作るのめんどくさいんで。はい、ではでは。はい。続いて読んじゃいます。はい、お願いします。ですね、続いて、うん、エコザエルさんからいただいてますね。はい、ありがとうございます。エコザエルさん、ありがとう。早見ターマー部中、エコザエルですよ。100歩ぐらい譲って2頭のゴマ風アザラシにしとくさって、さっきのあの、あ、なんだっけ、オープニングでちょっと私が騒いだのを、なんかゴリラ、あ、そういうことね。ゴマフアザラシということで、あ、嬉しくだね。ありがとうございます。ありがとうね、気ぃ使って。あ、たまに聞いちゃったんだけど、もう一回言っとくね、お誕生日おめでとう。あ、いいね。今日朝、ケーキ持ってきてくれたんですよ。誰から？エコザエルさん。デイジーイヤー。ポイント上がったんじゃないの？エコザエルさん、狙ったんじゃないの？ありがとうございます。いいよ、いいよ。ね、なんか、食べたいなー、ちょっとでもいいかなー。F 向けのやったら。あ、いいね。何ケーキ、何ケーキ？チーズスフレ。うん、美味しかったです。いいね、美味しそう。あの、昨日の、うさぎ屋。はい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 。チーズケーキでした。地元じゃん、地元じゃん。近いわけさ。あ、そうですよね、近いですね。今日のテーマは初体験。はい。あれは高校卒業して名古屋でのことでした。はい。その滑らかな体に恐る恐るまたがり、右手でそっと掴んでゆっくり動かすと、いい声を上げながら動きが加速していく。すると一気に快感が押し寄せてきた。いや、初めて大型バイクの GSX R750 運転した時の凄さと快感といったら半端なかったさ。あれ、二人とも何か勘違いしてないかな。演技スラさ、うん、このスケベが宝やーって聞いた。ありがとうございます。ちょっといい感じに読んでる、ちょっとね、いい感じに読んでたから、うん、一人でちょっと想像したから、最後は750だって、途中に750でいいのかなみたいな、なんかセブンなんとかセブンハンドレットなんとかって考えちゃいけないから、かっこよく切り落としたって、ね、あー、そうなんだ、あの快感。男の人はね、400まではあるんだけど、750まではどうなんだろうと思って、やっぱ違うかもね、あのスピードと。そうですよ、あの音 と、ね、750って大型免許ですか？大型になるかな。うーん、だよね。どうなんだろう、あれはね、体験しないとわからないかもしれないね。ハミなんかも怖そうですね。怖そうだけど、気持ちいいかもしれない。あ、でも初めてなんかバイク乗れるようになった時はめっちゃなんか気持ちよかったです。そうだね。ではでは、ツイキャスの方から、はい、黄色いカーの人、初体験、2年前ライブハウスのオーナーにウクレレをもらいました。へー、全く弾けないのに、うん、年越しライブでステージに上げられて、憧れのミュージシャンと一緒に演奏
上達 してません。2年前から上達してない。2年前から上達してないってことなんですけど、すごい憧れのミュージシャンと一緒に演奏したってことなんだけど、すごいですね。これはいい思い出だね。まだ弾けないのに。もう形だけでやっちゃうけど、ウクレレっていいよね。いいですよね。ウクレレだったら部屋で弾いててもなんか怒られないから、いいね、いいね、のほほんとのほほんとね、夕方ぐらいいいね、いいですね。どっかここら辺のベンチで弾いてくれればいいんですけどね、ウクレレ館の人多分弾いててごらん。私ですか。ティンティティン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 か、つかちゃんに乗せてもらったらって。いや、これは自分で運転するから絶対いいですよね、やっぱりね。後ろも後ろで、また風感じていいかもしれないけど、運転するもやっぱり全然違うと思う。いいかもしれないね。つかちゃんにお願いしてさ、つかちゃんに貸してってですか、乗せてってですか、後ろ乗ってって。できる。守っとってって言ってね。私が落ちそうになった。そう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 。まあちょっと支えるのもね。男の人は乗ってたら余計だけど、一人でも大変っていうさ。あの、持ち上げるっていうか、起こすのとかですね。そうそうそう、起こすのとか、信号待ちとか。そうですよ、信号待ち、私足がつく気がしないんですよ、あの大型とかだと。分離帯。分離帯。そうだね。だから、あら、男ばっかり撮るなーってよ。なんでこういう箱の前ですか。そうだね。なるほどなるほど。そう、男男性が多い、女性も多いんだけど、やっぱこの距離、あのバーベキューの片付けしてる方が多いから、こんな時こそ男の力見せんといけないからね。カバーギャーギーしろ、今みんなこういう時はちょっとね。そうそうそう、ありがとうみたいな、ありがとうってね。いやー、あと4分ほどで CM 行きますかね。 OK です。じゃあメール読もうかなと思ったけど、ツイキャス読みましょうね。はい、みっちゃんにさ、400まであるって。早見、やっぱり特攻服着てたのかって。いやいやいや。ちょっとミニスカートが飽きてから、それ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 そねえ、綺麗顔の人、ウクレラマン、マンダン、マンダンになっちゃう。いい話したのにね。笑いになっちゃった。まだないんですよ。そっか、綺麗顔の人、なんだっけ、行動、じゃなきゃ、運転していいんじゃないって。運転していいんじゃない、いやちょっと怖いな、ちょっとクラッチの練習しないと。そうだね、ガガンって。あのでかいやつでひっくり返っちゃったも大変ですからね。大変だよ、ほんとに。クラッチの練習ちょっとしてから、いいね、いいんじゃない、今年、あ、今年ではないかも、できるかわかんないけど、これも初体験のうちに入るといいんじゃない。あ、まあやりたいですね。バイクでドライブとか、中型ぐらいは撮りたいなと思うんですけど。もともとちょっとは興味はある？バイクですか。なんかあの種類とかに別に興味あるわけじゃないんですけど、バイクに乗るのは、興味あります。またさ、海のね、道、あーいいですね、海沿い、海沿い走ったら最高じゃないかなと思って。最高ですよ。最高ですよ。夏は夏でまたいいし、冬も寒いって言いながら、あー、わかります。あの、なんだ、いろいろ抱えてこう見ちゃったりする。冬も冬でいい、よかったりするわけよ。いいですね、ちょっと冷たい風を浴びながら。あー、寒いって言いながらくっつくのもいいんじゃないの。くっつかれるかもです。くっつく、くっつく、くっつくのもいいんじゃないの。じゃあ冬は、じゃあ後ろに乗る。そうだね、風よけるためにでも。寒いってか言った。なんか言ってますよ、えみっちさん。だから、早見や、ちっちゃい声で、来てたよーって、俺は聞き逃さなかったよって、言ってないから。ミニスカですよね。ミニスカートの方だから。大変さも。ねえ、なんかある最近、初体験。たぶん。ああ、もう本当に全然。大丈夫？大丈夫です。全然思い出せないな。本当？やってないのかもしれないです、初体験。ああ、そっかそっか。思い出した。ジンバーとかないの？ハリーポッター。ハリーポッター。ユニバーの。行きました。ユニバー行ったの？そうなんだ。どんなだった？
いやユニバは初めてではない、ユニバは初めてではないんですけど、ハリーポッターができてから行ったのが初めてだったんで、はい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 、あの私結構絶叫系あんま、うん、好きじゃないんですよ、はいはいはい、だからもうハリーポッターのやつも足がブラブラなんですよ、うん、こう乗るとき、うんうんうん、なんでちょっともうどうしよう乗りたくないって思い、うんうんうん、言いながらめっちゃドキドキして並んでたんですけど、うんうんうん、意外と、うん、そんな急にこうやって落ちるわけでもなく、はいはいはい、すごい面白かったです。へえ、うん、いいね。はい、行きたい。行ってください。ユニバまだ行ったことないわけ。そう。うん。でも今年の初体験で。そうだね。うん。冬ぐらいも冬でまた楽しいかなと思うんだけど。多分、うん、そのハリーポッターのところは冬行った方がやっぱ雰囲気が、うんうん、ありますよ。あ、そうなんだ。へ、うん、いいな。じゃあそろそろ CM ですかね。CM。はい。あと10秒ぐらいで。10秒ぐらいで CM 入りますので、その後もまたフリートークで初体験、はい、皆さんの初体験募集しております。はい、Sとかとビビらん？なんか食ったよってミンティア食べました。まゆちゃん今ラジオ機能にいるってよ。あ、そうなの？うん、今声入ってる？うん、入ってますよ。まよ、ラジオ機能で何してんの？こっち来て、こっちに。あ、めっちゃ怖い。この前とある三栄のソファーあるかも。うわすごい。どこだろう、いつだろう。三栄とかいつ行ったっけ。昨日ワンゴインストールしてなかったから捕まえよ。ほんと、だからまあ西川さん、ユニバは絶叫系が楽しいって。そう、だから最近あのフライングダイナソーっていう、うんうん、あのジュラシックパークのアトラクションがもうちょっと新しくて、はいはいはい、それもめっちゃ絶叫系で、うーん、リュンみたいな、もうひっくり返ったりみたいな。乗った？いやいやいや、もうそれだけは本当に。あ、本当？うんうんうん。乗らなかったんですけど。他の絶叫系はどんな？乗らなかった？いや、その頑張って古いジュラシックパークの、うん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 、古いジュラシックパークは最後に一箇所ピュンって落ちるだけで。はい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 。頑張って古いじゃん。怖いよ。はるみさん、22日に収録してきました。今日、あ、そうなんだ。へえ、違うって。収録かーい。口臭い人が食べるやつ。はい、うん、違うの？違うのにしたいけど。あ、音楽いく？今何分？あ、かけますね。うん。はい、もうこんな時間なんだ。どっちがいいですか？メール読んで。メール読んで音楽いく？いや。時刻は3時42分を回っております。時間あっという間だね。あっという間です ね、びっくりだ。楽しかったらさ時間あっという間なんだよね。じゃあメール読みたいと思います。はい、お願いします。そうですね、こっちからかな。はい、おい、たまちゃん、はやみん、サザンブリーズを聞きのリスナーの皆さん、こんにちは、はやみんです。こんにちは、はやみんです。俺の朝の天気予報外れたな。はやみん待ってたぜ。イーズは空の上か。待ってる、聞いてるか。お土産も待ってるでって言うと買ってきてくれんかな。テーマに行くわ。分かってるね。自分もって言って買ってくれない。そう、自分もあえてお土産待ってるよって言わないで、うん、ちょっとチクチク言ってきた。台湾ってパックいいよねとか。
なんか海苔食べたいなとか言ったら、あれは韓国の湯葉が使われてましたからイコールちょっと欲しいんだよっていうのを PR してきました。なるほど、はい、ね、今日のテーマ、海でやる初体験、うん、あれ違ったか、初体験、そうだよ、必ず海じゃねえんだよ。俺はですね、去年の FM 講座忘年会で、うんうんうん、初沖縄、初飛行機、うーん、え、初めてだったの？マジ？神戸から乗った時ですわ、うん、飛行機飛ぶ時、子供みんな、子供みたいに目をつぶって、うん、耳を塞いで空の旅の初体験でしたわ、うん、あと、ほねらら初体験は小学校6年生でした、うん、そんな情報いらないわ。まあ、ほにゃららも何か分かってたんですね。あ、そうだね、うん、何の話やねんってことで、タマー、ハヤミー、ごめんって、ごめん、ほんとにごめんだよ。はい、ハヤミー愛するモコッカイさんからでしたね。はい、ありがとうございます。飛行機初体験、一応です、飛行機初体験、私の時は3歳とか、うん、あ、家族旅行で、すごいですね。でも覚えてなくて、うんうんうん、小学校の時からもやっぱり年に1回ぐらいは家族で行くようにはお母さんはしてたみたい。うーん、九州だったり、そう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 、あ、でも結構毎年だから、うん、年に1回ぐらいだった、結構、うん、回数的には多いんだけど、うん、大人になるにつれ飛行機が怖くなってね、うん、ちっちゃい時はもう空見てわーいとかやってたのに、大人になるとやっぱりいろんな情報が得たりとか、うん、やっぱりいろいろね、あの、想像しちゃって、そうなんですよね、私もだんだんそう怖くなってきちゃって、ハヤミーが言ってたからな、そうそうそう、そうなんだ、そうなんだ、でもそれ多いから言わないこうと思って、自分の聞いてから怖くもなったわけ、そうですよね、テレビの情報とか、うん、てかあんまり言わない方がいいんですね、ですね、多分。でも、うん、怖いっていうのもわかる、そうですね、うんうん、はい、じゃあ次のメールいきましょうね、はい、あららがまサイガーさんからいただきました。はい、こんにちは、はやみさん、たーま、こんにちは、しょーい、おしょーい、おしょーい、たーま、誕生日おめでとうございます、ありがとうございます。いい、今日のテーマは初体験ですが、はい、俺は今月初めにコザでリスナーのラジオ番組、うん、リスラジに参加して、はい、パーソナリティを初体験しました、うん、やってましたね、やってましたね、あれ初体験なんですか、あー、すごい体験したね、くしゃみでした、大事な時に。正直緊張して何を喋ったか忘れたけど、うん、はいはいはい、いい初体験でした、はい、そしてラジオパーソナリティの人はすごいなと思った、うん、ララガマサイガーでした、と、あー、ありがとうございます、貴重な体験したね、そうですね、うん、ありがとうございます。あー、もう夏に似合う眩しい感じでね、眩しい笑顔で、うん、キラキラしてました、いろんなところも、そうなんだ、これ体験した人じゃないとわからないよね、本当、ね、本当そうですね、私も最初の時は、うん、簡単だろうと思ったわけ。なんていうのかな。ちょっとね、普通に喋ってる感じもあったから、とりあえず喋っとけばいいと思ってたら、やっぱり難しい。伝えるって難しいなと思って。難しいですね。でも、リスラジーね、リスナーさんで、やったってことで、新聞にも載って。本当、結構めっちゃでかく載ってましたね。そうだね。うん、よかった。また、うん、年に1回とか、繰り返していってほしいなって思いますけどね。はい、そうだね。また冬にもやるみたいなので、それも楽しみにしてます、楽しみにしてます。はい、曲いく、時間ある、曲いっちゃいます、4分ぐらいあります、3分ですね、はい、あるので、じゃあここで曲を1曲お届けしたいと思います。はい、続いてもドリームズカムトゥルーで、うん、サンキュー、はい、お聴きください、サンキュー、で、音楽して喋る、フェードアウトします、うん、時間がないからそうですね、うん、早いね、本当に入ってる、早い早い、うちの子0歳だなって、父親19歳くらいだったけど飛行機、へえ、うん、FM、 あ、お願い、笑うた、何笑うた、へえ、君にうなずいた、わお。今頃気持ちいいかもね、この方。AKB ファンさん、
マヨさんに褒められて今うっさうっさしてんじゃない？笑うたって。どこ？あ、ごめん。あー、6年。あー、初体験？そう。あー、シグナさん。ありがとう、また。T シャツが似合う。オリオンビール。オリオンビール。50分になったらやります。うっさうっさって表現。冬はかっちゃんのキャモン。わ、上手になってるはず。キャモンって何？カモンをめっちゃかっこよく言ってる。あー、キャモン、キャモン、カモン、カモン、カモン、ベイベー。なんのかな。なんか話によると歌を歌うとか。あ、言ってましたよ、ね、いう話を聞いたんですけど、どうなんでしょうか。あー、ミキネコ好きの犬さん、飛行機の事故を心配するより宝くじ当たった時のことを考えた方がいい。宝くじが飛行機事故より確率は高い。なるほど。じゃあ飛行機乗るたび宝くじ買ったら当たりますかね。そうだね。そういうこと。こんなにプラスな人いる？素晴らしい。行く？うんうんうん。BGM にします？うん。これ BGM にする？うん。さあ、この歌はドリカムのドリームズカムトゥルーのサンキューです。はい。もう BGM にしながらメール行きたいと思いますよ。はい。ではこの方ですね。いや。オーライ、オーライ、ハヤミー&ターマン。ターマンは昨日誕生日おめでとう。笑い声が響き渡り、久しぶりのハヤミの笑顔をツイキャスで見ながらニタニタしてますよ。まあ間違ってないです。そうだね。笑顔、微笑ましく放送を見てますよってからのブチュって。うわ。ごめんごめん。きっとまた来週も気持ち悪いとか言われるはずの DJ マシャです。エコさんのまたパクりました。かっこ笑い。エコさんしょっちゅうパクられてたら、ちょっとなんかもらった方がいいんじゃない、ね、インセンティブとか。そうだな。早速じゃが、はい、俺の初体験だけど聞きたい？聞きたくないかな。どんなかな、どうしようかな、ね、まあ、とりあえず聞いてきます。 OKOKOK、okay, okay, okay. 真面目だからとても遅かったのよ、うん、何のかね、なんだかね。うふ、それはバンド活動。おー。39歳から本格的にやったけど、うん、デビューするまでに3年くらい練習したから、わからないけど、うん、一気に大きなステージでライブするまでになったよって。へー。今はお休みしているけど、そろそろライブしよっかなーと、うん、ライブするとき見に来て。かっこいいはずだから。お笑いライブじゃないよ。お笑いライブ、うん、先に見ちゃったからちょっと笑っちゃった。笑いようと思ったよ。じゃあ来週も楽しみにしてますよ。 DJ マシャさんからでした。ありがとうございます。そうなんだ。39歳でさ、やっぱやりたいことはさ、うん、よく聞くんだけど、うん、何歳でもできるよっていうさ、うん、こんなって考えると39歳でも輝いてるマシャさん見たらいいですね。いいね。いいと思う。いつでも。私も、うん、35歳ぐらいになったらやろうかな、うん、いや今やって若い時からやった方がいいよね。じゃあとりあえず次のライブに、うん、あのタンバリンって呼んでもらっていいですか。ちょっとちゃんちゃんちょっとあの、うん、タンバリン やりたいね。いいね。とりあえずね、なんかあったらマシャさん呼んでくださいね。後ろでタンバリン、カスタネットでも何でもいいからお願いします。ではでは、はい、じゃあもう一通呼んじゃいますね、はい。沖縄コンビーフセンターさんからいただいてます。はい、ありがとうございます。はやみさん、マーヨーさん、こんにちはって。マーヨーじゃないよ。狙ったでしょ。めくらよ、うん、この時期の牛蜜時の恐怖体験を語ります。はい、今まで私は幽霊、キジムナ、はい、うん、UFO を経験したけど、うんうん、すごいな、すごいな、いっぱい経験したけど真の恐怖を味わいました。何、人が通ると吠える犬がいたけど、うん、はい、たまたまフラフラ歩いてきた人が犬にワンワンワンと吠えられ、うんうんうん、俺より中年男がキレ気味で犬に向かってワンワンワンと3分ほど泣きながら喧嘩してた。怖いよね。今の頃だったらムツゴロウさんだと思ってたけど死に恐怖。うん、
で、リクエスト、はい、リクエストは、早見優さんなのかいいねいいね来週かな、はい、かけましたかね。そうですね、はい、この放送を聞いているビーチのみんな、うん、今その近くに本物の早見さんがいるよ。本物かな偽物かもしれないよ本物じゃないのかはい、ありがとうございます。沖縄コンビニセンターさん、なんかさ、体験がすごくない？ねえ、幽霊、キチムナ、UFO ちょっと全部やりたい、うん、全部体験してみたいですけどね、本当に、うん、全部体験した中でまたすごい体験したっていう、犬と喋れるおじさん立ったって触ってるか、吠え続けるそのうちかよ、みたいなどういうこっちゃと思いながら、ね、大変そうですけどね、なんかもう大変大変、はい、キチムナってなんだろうって黄色い顔の人が、なんかね、昨日妖精ですか？そうそう、妖精、うんうん、大きい木、ガジュマルの木にいる妖精って言って髪の毛が赤い妖精がいるんだけども、うんうんうん、ちょっとググったら出るかな、ググったら出るんじゃないですかね。そうそう、ググってみてください、うん、ちっちゃくてさ、かわいい、座敷わらしみたいな感じかな、うん、あ、でもキチムナは悪者ではないんですか？悪者ではない。そうなんだ、うん、悪者は真面目、真面目、そうそうそう、イミチョジさん、ハヤミーも犬と喋れそうって喋れるの、さすがにでもぬいぐるみと喋ってたみたい、ちっちゃい時は。ゲージ怖いね。あと1分です。あと1分ありがとうございます。今日も本当にあの皆さんね、いろんな参加いっぱいいましたね、うん、はい、イミチョジさんとかも、ね、ありがとうございます。アララガバサイガーさんもありがとうございます。メールもね、たくさんメールありがとうございました。みんな久しぶりだったんですけど、読めました、ありがとうございます。今日もここで、はい、トロピカルビーチからですね、生放送をお送りしました、はい、今日のお相手は早見と玉木でした。はい、また来週月曜日へよろしくお願いします。それでは皆さん、ありがとうございました。さよう、せーの、せーの、さようなら。じゃあねー、ぷぷぷぷ、なんじゃそりゃって、ゲットされちゃいますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。みんな泳いでるよ、いい感じね、今晴れて。はい、皆さん遊びに来てください、トロピカルビーチ。ありがとうございます。はい、あった、おー、いい感じ、ありがとうございました。皆さん、シグナスさんもありがとうございます。冬のリスラジーする際は、早見さん、ターマーさん、ゲストで出てくださいって。ああ、いいね。ありがとうございます。頑張りですかね。ね。サテライトスタジオ開局24日。あ、日曜日？あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。ライアンさん、ありがとうございます。ライアンさん？うん。めぐみさんです。ああ、そうなんだ。ゆきさんの背後でドヤ顔の山内さん。へー、アイデアさん、マシャーさんのライブはある意味新しいライブです。かっこいいのに爆笑に包まれます。わかる、もうなんの真面目にやってるのにこんなに笑えるのっていう感じだよね。この間の、うん、優勝者のタリス、はいはいはい、あ、ひみちゃさん、わき、いえいえ、ごちそうさまでした。こちらこそ綺麗顔の人もありがとうございました。 AKB ファンもありがとうございます。ではでは、はい、大丈夫かな、はい、ありがとうございます。さようなら。玉木公園もう終わりなので、ファー、ありがとうございます。オフになったって。あ、そうなんだ、反応はしてるけどね。